と言ってた、いきなりそれは無理やろ。はい、皆さんこんにちは、小川直樹です。前回素晴らしい抜け出しからゴール広島戦で決めて、いい流れのまま阪神ダービー来ました。フェルメーレン対小川直樹。まあ見ませんもん、メールは左に書いてます。当たり前すぎてスタメンです。おう、じゃあ行こうかな。うわーうわーうわーうわうダンクレー出てるやん。あ、ラスさん YouTuber 撮影でベンチ外や。ラスさん撮影か。ラスさんこの試合ゴール決めたらコラボお願いします。行きましょう、うん、うまくいってないんだ。キックオフとなります。お風呂には注目したいですね。うわっ、三平得意の形来た。大崎はいける、ちぎるぞ、絶対ちぎるぞ、絶対ちぎるぞ、大崎さん絶対ちぎるぞ。あ、無理だ無理だ。ただこれでいいや、受け出されへんな。入ってもだ。お、俺意外ともらってんだよ、なんか知らんよ。天気よだ。マジっす、俺24番、天気よだ。俺くしゃみした、うん、ここやから、関係ない。こっから、こっから行くから。知らへんの、もう切り替えしか。俺何したん。勘違いしたんじゃん。するかすまなかも勘違い。うまいなぁ、ちょっと。いや、いや、かなり違う。急に。俺なんで帰ろう。よし。取りたいの俺。落とす。ファール。落とし、めっちゃうまいねんなぁ。絶対切る。うわ、ダンクル通しちゃう。ダンクル絶対ありえへん。あとでも全然無理やったもんね、今。早いから抜け出されへん。ちょ、ゴール欲しいな、普通に。勢い持っていきたい。もらおうとしてるよ。ちょ、お前さ、なんで足も通るん。いつもの動きしてや。満足してない、1点取って。あ、いいね、いいね、いいね、嬉しい。ちなみに J リーグデビュー戦、ヴィッセル神戸やから。10枚のこの人は、ね、あんま裏行けなくなったな、あいつ。勝たれへんと思ってた。行く、え、入ってないんかい、入ってないんかい。落とす、落としまう。なんでやねん、ダンクパンは。あかんって。あかんて。いい動き。おう、なぜ。もうあれしかなかったな。勝ったぜ、めっちゃ喜んでる。誰？何でも喜んでる。6.5。 OKOKOK。 でも平均 6.8 とかやから、あかんねんな。やっぱ強すぎるけん。ちょっと強すぎやもん。得点が全然ないんよな。悔しい。気を取り直して、というか結構力を入れてメルボルンビクトリー戦やっていきます。これめっちゃ大事やね。なぜなら今こんな感じなんですよね。ってことは今日買っといたら、まあほぼほぼ確定やね。確定やね。そして点取りたい。いきましょう。牧彦はスタメン。牧彦さん、はい、願望そば、いきます。いきなり行くで。圭介さん、うわ、上げていくんだよ。全然持たれへんやん。ケイスケさん、左か。本当に濃いな。全然取られへん。
あとから俺でいい。俺からか。なんで？じゃあやっぱ好きな。じゃあ欲しがったよあいつ。気付けた。負けんな。ほら。大阪、このゲームを勝利すると突破が確定します。確定やって、やっぱり確定なんですね。うん、これやっぱ刀があって前半絶対なくても良かったみたいな試合で、うまいな。うわっ、うわ、東口や。ケイスケさんのクロスをクリアして、ああ、これでは跳ね出しやが。どうしよう、そしたら絶対勝てない。お、お、え、欲しいな、どうしよう。ちょっと離れよ、離れよ、寄ってって怖い。あ、まだ、また俺アシストかい。え、あかんの、本当だ。え、そんなんやったらもう自分でゴイゴイゴリってよったやん。だめ、あ、そんな言うまいんだよな。うわ、今のはもったいないな。しかも出すタイミングが早いねんな。呼んでからくれてるな。もう消えない。ほんまに出ても出んでもええよな。ほんまにそうよ。これ行こう。なんかこういける雰囲気がない。ほんまに、ほんまにそうよ。ほんまと言ってた、いきなりそれは無理やろ。やっは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 っうち入ったで、キーパーを。これ、これ聞いたな。かかってておもろかったけどな。確かに、外やった。多分これが聞いてんかな。これうふふふ、うまい、これ決めていいな。初ゴール来たよ。いやー、なんか出る、出るねんな、それ。あと1分、出れへんよ。そっちか、そっちか。入ったかもだし、しかも誰抜け出した。なんか上がってきたよ、スルスルって。誰あれ、矢島さん。矢島さんってウィレやってて初めて読んだな。寄せな、寄せな、やられるって。あー、東口さん。もう、なんでいかんのよ。くれ。え？いや、お前じゃないねん。押してんねん、押してんねん、四角くん。あー、2点ならずか。まだまだ、まだまだ、ほら。今一番喜んでる。喜んでる、そらそよ。決まったもんな。決まったもん。初戦突破だ。あれは、なんか、どつだったの？どつなってるな。やっぱ、揉まれてんな。強なってるわ。これだから、温存してほしいね、もう次の試合。いいな、次で。正直。今日は若手やからな。うわ、素晴らしい。素晴らしいな。脇ひかさんに勝ちました。はい。今回、ヴィッセル神戸。阪神ダービーと対ケイスケ本田の2試合をやったんですけど、どっちも結果残せて、アシスト、あ、ヴィッセルアシストしないね。してない。してないね。ガンバ戦、上がせない。メルボルン戦でしっかりゴール決めて、ACL 初ゴール決めたんで、おっと、エンディングの前にトップ情報入ってます。ちょっと多分ここに来てるんよ。確認しますね。見てください。岡田直樹ついに、
コントロールカーブ覚えました。おめでとうございます。どうやら完全にマスターしたようだ。これ次の試合からガシガシ使っていきますんで、次回ポンサ戦フロンターレ戦2点ずつ取ります。絶対見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。